デブチャンネル。ポジデブチャンネル始めるよ。レッツゴー、黙ったんこちゃんです。さあ、今回からなんですけども、そう、今回から、あのですね、まあ、今まではいろんな気になった食材食べたりとかね、まあ、なんかちゃっかりダイエットして失敗したりとかやってたんですけど、もうね、このご時世ちょっと外には行けないじゃないですか、あんまりね、ちょっと自粛しなきゃいけないじゃないですか。だからこれからはですね、自宅でいただける美味しいグルメを紹介したいんですが、グルメもあれやこれやじゃなくてもう一本化したいと思います。っていうのも私が今福岡の FBSっていうテレビ局で毎週土曜日夕方4時30分から土曜カレー部というコーナーをさせてもらってます。土曜カレー部長なんですね、私が。でもそれぐらいカレーが大好きなので、インスタント、そう、レトルトカレーをご紹介したいと思います。で、まあ本当にレトルトカレーって全国各地、いやもう世界でもいろんなレトルトカレーがあるんですよ。なのでそのなんかご当地のレトルトカレーとかそんなものいろいろ紹介したいと思います。それでは今回食べるカレーはこちらです。ベーベン、このカレーいただきたいと思います。これね、すごい名前がいいよね。山盛さんですね。山盛さん、ちょっとイントネーションわかんないんですけど、あの家庭で楽しむ大人の本格タイ料理、この山盛のタイカレーシリーズ、なんかタイカレーシリーズがいろいろあるらしいんですけど、その中でも、タイ語でプーパポンカリ、プーパッポンカリ、そう、プーはカニ、パは炒めるポンカリカレー粉と呼ばれるタイの海鮮レストランで人気のメニューだそうなんですね。メニューだそうなんですね。でカニと香味野菜と卵とカレー粉で炒めました。辛さがね、はい、唐辛子5つのうち2個ということで、まあ、そこまで辛くないのかな。タイ料理っていうと結構辛いイメージがあるんですけど、でこれは温めるだけですので早速いただきたいと思います。はい、温めてきました。あっちまあそうか、プッパポカリなんですけど、なんかね箱の中にこういうなんか説明書っていうのがいろいろ入ってて、なんかねここだけでもね、このお店だけでも結構いろんな種類のタイカレー、このレトルトカレーなんか販売してるみたいですね。山盛りっていうところがタイフードだけ作ってるかってそうではなくて、1889年に三重県でお醤油の醸造から創業した食品メーカーらしいです。なので昔ながらのロングセラーで、なんかめんつゆとか、あとなんかご飯混ぜ込みご飯、かしわ飯のなんか元とかも売ってるみたいですね。あ、めっちゃいい香りする。あ、赤いオイルが流れてきた。あっち開けば赤くなるから、どうしっかり中には ぐるっと入ってる。うわうわうわ、そうそうそう、かけ方下手くそだなまあこんな感じで唐辛子、この赤いの、あ、パプリカかな、結構具が入ってる感じですね。いただきます。結構ねとろっとしてますね。多分これパプリカだな。こんな感じです。ピンとこい、ピンとこい、ピンとが来い。どうだ、ピンとくるか、こんぐらいくるかな。ではサワデイも入ってる。いただきます。うん、ああ、結構途中ぐらいからカニのうまみが出てきて、その後最後になんかあの辛味スパイスがピリッとこうくる感じ。あ、結構カニの味強いですよ。こちらのおじうまいパン。あ、手隠れてる。もう一回、うまいパン。美味しいね。あえて王道のとこから行かないっていうのも私らしいです。私結構あのタイカレーの中でもグリーンカレー好きなんですよ。なんでグリーンカレーもいろいろ食べてみたいなと。もうここのね山盛さんのこのグリーンカレーシリーズはねすんごい気になる。マンゴーとかあるよ、すげえ。タイご飯、ジャスミンライスとかも売ってる。カパオライスも好きな、タイ料理私めっちゃ好きなんですよね。食べ進めると結構あの辛さが蓄積される、まあ、レトルトっていいね、ほんと。もうやっぱザ単身赴任旦那のいる
主婦の生活にぴったり。あと一人様とかね。うん。よしと一口いただきます。うん。ごちそうさまでした。うまかったわ。あ、失礼しました。美味しかったわ。結構ねカニカニしてるから、うん。カニ好きの人は美味しいかもしれないですね。わ、一発目なんかさ、すごくなんかパンチのあるいいカレーがいただけたと思います。まあ、こんな感じでポジデブチャンネルはレトルトカレーをねどんどんね、ご紹介していきたいと思いますので、まあね、あの家で、美味しいカレーを皆さんに堪能してもらいたいなと思います。ではポジデブチャンネル、よければチャンネル登録グッドボタンよろしくね。じゃまたね、バイバイ。